前の動画では平方根の性質っていうことで平方根って何だろうという復習をしましたが今回はその計算問題を扱っていきますね、まあ、これも中学校でやったと思うのでさらっと復習していきましょう平方根の計算で覚えておいてほしい、まあ、基本となる式っていうのはこの3つです一番ルート a× ルート b はルート ab になるんですよと 例えば、ルート2かけるルート3は、ルート2る3と同じルートの中にしまってもいいよってうことだね。だからルート6になりますと。丸2番、ルート B 分のルート A は、ルート B 分の A と。これも同じだね。同じルートの中にしまっていいんですよと。ルート2分のルート3は、ルート2分の3となるし、ルート2分のルート6は、ルート2分の6になると。 ルート2分の6ってすることによってこの中約分できるのでルート3になるよねというふうに計算できるんですね。三番、ルート K の二乗の A はって言ったらルートの中に2乗があったらこの2乗を外に出してあげてねっていう決まりがあったんですね。なんで K ルート A になると。例えばルート12というやつがあると。ルート12はかけ算に直すと 4×3 やと。 でこの4っていうのは2の2乗のことやね。だ2の2乗かける3のことやから、ここに2乗があったら、外に出してねっていう話やったよな。なので2、2ルート3というふうになりますよと。この3つさえ、まずはしっかりと押さえておけば、計算問題っていうのは大体解けていくと思うので、しっかりと押さえておいてください。 じゃあ一緒に問題やっていきましょうか次の式を計算せよということで書く1番さっきの,あの基本の公式は何も使わないんやけどここで何が言いたいかというとルートの数同士の足し算引き算ってどうするんかっていったら文字と一緒なんですねだルートの中が同じ文字の場合はこの係数同士を足し算できるんですよと x が同じやったら足し算できたよっていうのと一緒ね ルートの中の数字が変わると、文字が変わる、文字が違うっていうのと一緒やということなので、ルート2はルート2同士、ルート3はルート3同士を計算してあげてください。じゃあ、何もないから1ですね。1引く3はマイナス2、ルート2。で、ルート3の方は3引く2やから、プラス、ルート3というふうにできます。同じ数字同士、ルートの中が同じ数同士は足し算引き算ができますっていうことね。 過去2番ルート6ルート2の2乗これはまあ式の展開の公式使ってあげて計算しちゃったらいいですねじゃあどうなるかっていうとルート6の2乗プラス 2× かけるルート6かけるルート2プラスルート2の2乗なので計算していくとルート6の2乗は6ですねプラス 2かけるルート6かけるルート2やからルート12やなここさっきの公式ですね6ルート同士のかけ算は中に入れれるんですよとプラスルート2の2乗は2やとだからまず6たす2、ルート内同士を計算してあげて8ですねプラス2ルート12やけどこのルート12っていうのはさっきも出てきたけど4かける3やったよな2乗が中にあるので外に出してあげてくださいルート12は ですね。なので 2×2√3 やから整数同士掛け算をしてあげて 2×2 で4そして √3 が埋まったから √3 というふうに計算できますと過去3番 √10×2×√10+2 とこれも情報公式の、えー、展開の式を使ってあげると同じ数同士の足し算引き算の掛け算なので最初の数の2乗引く のの数二のってね。簡単に解けますね。ルート十の二乗は十引く二の二乗は四だから六ですよと。解けていきましょう括弧四番。括弧二ルート三引くルート六かける括弧ルート三プラス三ルート六というのがありますと。これはさっき,さっきみたいに情報公式使えないのでもう普通にやっていくしかないね。二ルート三かけるルート三プラス二ルート三かける 三ルート六プラスマイナスルート六かけるルート三プラスマイナスルート六かけるプラスルート3ルート六というのをやっていってください。 これやっていくときに、実は、ルートの中に2乗があったら外に出さなあかんという話をしたと思うので、その掛け算のときにな、例えば2ルート3掛けルート3やったら、その掛け算の形そのまま残しといた方が、後々分かりやすかったりするんですね。あ、これや、例えばさ、ルート3掛けルート3やったら、あ、3、2回から外に出さなあかんわって、後々分かりやすいですね。まあ、頭の中でやってもいいけどね。なので、ルートの中、とりあえず数字残して書いていきましょう。 次に、2√3×3√6 は、プラス2 3、3が 6×√3×6 で,、ね、で,ですね。で、次は、マイナス 6×√3 やから、マイナス √6×3 ですね。で、マイナス6、プラス 3√6 やから、マイナス 3√6×6 やね。√の中と√の外、それぞれ掛け算してあげるんですね。 じゃあこれ外にポンポン出していくと3の2乗がある3が外に出ていって2け3で6やとプラス3け6がルートの中にあるからこの6が3け2でしょうとじゃこの3と3で外に出せるよねと3が出ていて2が残るよなとじゃ外に出ていった3と6をかけ算してあげて6318ルート2とマイナス ルートこれも先と一緒だね6は 3×2 のことやからこの3と3が2乗になって出ていきますよとだから 3√2 ですよとマイナス 6×6 なのでこれそのまま外に出ていくよねとサブ618とじゃ計算すると6く1 8でマイナス12で同じルート √2 っていうのがついているので普通に計算してあげて 15√2 というのが答えです 5番3分のルート3プラスルート 7×3 分のルート3マイナスルート7だと。なんかルートが出てきたらちょっと面倒くさそうに見えるけれども一緒ですね掛け算分数同士の掛け算なんで分母同士をかけますそして分子同士をかけますという計算を正してあげてください。 じゃ分母は 3×3 で9ですね分子はルート 3+ ルート 7× ルート3くルート7で同じ数同士の足し算引き算を掛け合わせた計算なので乗法公式使うとルート3の2乗引くルート7の2乗ですよとじゃあ3引く7ですね分子はなので答えはス9分の4というのが出てきますと